2015年お別れ会の方を開催したいと思います。まず選手から一言ずつメッセージをいただきたいと思いますので、皆さん聞いてください。こんばんは、松井健也です。1年間応援ありがとうございました。来年は違う趣味になりますが、ここで皆さんからもらった声援をまた力に変えて頑張りたいと思います。1年間ありがとうございました。